まあ僕さっきも言ったんですけど、僕の貧乏飯で欠かせないのはこちらですね、ごま油です、ね、ああ、で、これ多分貧乏飯の人いろんな人見たと思うんですけど、調味料意外と高いんですよ、特に油。ただ僕の場合はシェアハウスに住んでたんですよ。でシェアハウスで調味料使えたんで、なんでそこで使ってましたね。だから今だから言えるんですけど、調味料って共有じゃないんですよ、それぞれ買ってたんですけど、まあぶっちゃけ使ってましたね正直すいません、すいません、減るの早くねみたいな言ってたんですけど、あれ僕です。ごま油だけ、ごま油だけ、油泥棒、油泥棒、すいません本当に。しかもバレないようにいろんな人がそれぞれ調味料あるんですけど、順番に使ってます。バレないように、減り顔で一人分だったら分かりにくいんで、そういうのしてましたね。本当にあの時は申し訳ないです。罪悪感はありました。さすが人の油やって炒めてるなって気持ちはありました。じゃあ行きましょう。